思った。なんとか今日も勝ちたいと思います。向こうはなんといってもロープ第一戦ですよ。どうします？そうですね、まあ、あの一軍がみんな来てるっていうんでね、でもまあ昨日試合やってるカズ、ラモス、武田とかその辺、何あの外人新しいビズマルク、あの辺は来てないわけでしょ。来てない、もう疲労困憊で、でもね昨日なんか試合に出てる佐々木は来たらしいんだよね。どうしても出たいとか言うことね。ちょっとね、もう相当テクニックがあるメンバーだって聞いてますんで、まあコテンパにはやられたくない、付きあらば勝っていきたいというのがね、まあ錦野さんとの戦いと一緒です。はい、勝ちますよ。現役の時負けたことないですよ。4年には。現役の時ね。はい、なるほど。私ちょっと強かったから。うん、はい。もう自信満々ですよ。現在ですね、得点王15点。加藤浩さんでございます。自信のほどは。頑張ります。キープレイヤーでございますから。そうだね、加藤さんね。はい、いいや、稼ぎがいいせいかね、いろんな仕事が増えてきちゃってね。ほうほうほう、この間家族でね、はい、フグ食ってやんの。うわ最初はね、ホッケとかアジぐらいしか食べなかった家庭が、フグのね、フグ刺し、フグから、はい、フグから唐揚げから、フグ鍋まで行ったらすごいですね。今日勝ってください。はい、ね、ありがとうございます。はい、そろそろですね、敵がやつらが、もうとにかくね、ちょっと緊張して、あ来た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 、あ、なんだ、バカ藤吉がラインダンスだ。頭悪そうだぞ。いやブラジルのサンバのリズムとはまるで違うけれども、いやどうもお待ちしておりました。よろぴきでは藤田さん、この3万5000の前で今日の勝つ自信のほどを誓ってください。うわーすげー入ってるぜ。最近試合やってないんで興奮します。藤吉慎治23歳、読売ユース時代にその攻撃的センスで脚光を浴び、チーム一の表金者である彼の持ち味は鋭いドリブル、柔らかなボールタッチ、思い切りのいいシュート。ポジション争いが熾烈なヴェルディにあって時代を担うスター候補生としてチームの期待を集めている。今日3万5000のお客さんはですね、藤吉さんがゴールした瞬間に何かそれなりのパフォーマンスを期待しますんで、お願いします。あ、そうですか、脱がないように頑張ります。いや脱いでもいいですよ。じゃあ、そうですか。バラエティ番組の場合はモザイクありますから、入れましてください。何があったの。 J リーグにね、一番最初に国立競技場で出た時ね、ハーフタイムに藤吉、後半行くぞって言われた時、藤吉はね、嬉しいに泣いたらしいんだ。純な方なんですね。そうですよ。つまり今日自信はありますか。え、自信ありますよ。ありますか。はい、蓮舫こと山口選手です。山口孝之19歳、小柄ながらテクニック、センス、スピードの3拍子が揃ったミッドフィルダー。若手ながらゲームを組み立てる戦術家に長けており、ラモスの後継者との呼び声も高い。この9月にブラジルにサッカー留学が決定。一回り大きくなって戻ってくる姿が期待されるところである。プレッシャーございますか。3万5000人の監視の前でないです。ないですか。生をお茶の子再々ですよね。再々勝つ自信は自信はありますか。ビシッとかします。ビシッとかする。今宵も登場、アボルローゾー選手です。よろしくお願いします。で、昨日もですね、甲子園出たばっかり、翌日、参加してきました佐々木選手です。佐々木弘和31歳、9歳の頃より大阪枚方 FC でサッカーを始め、当時よりペレも認めた天才ドリブラーの名を欲しいままにする。その後日本ユース代表でプレーし、1980年ガンバ大阪の前身松下電器入部、83年日本代表入りを果たす。去年の秋ガンバ大阪より移籍。その華麗なるボール扱いはまさにベテランの名にふさわしい。なんで佐々木さんだけ普通の運動靴なんですか。いや、これで十分かな。これで足元乱れてますよ、乗るのは。じゃあもちろん自信の方は。勝つのは当たり前です。当たり前、はい、大体得点としてはどのくらいになりますか。10はいくでしょう。10はいく、はい、乗るのは何点ぐらい取れますか。いや、1点も取れない。1点も取れない。完封、はい、そして渡辺純一選手です。そして本日は親子連れでございます、ゴールキーパーの圭吾慎選手です。子供の方がいいな。慶吾慎二29歳、 JSL 松下電器時代からシュートに対する反応の鋭さには定評があり、ガッツあふれるプレーで注目を浴びる。今年ガンバ大阪からヴェルディに移籍。現在サブながらヴェルディの熾烈なるポジション争いに燃えている。どうですか、 FC 乗りのなるチームは。大人げなくね、本気になりますからね。そうですよ。ちょっと怖いですね。そして改めて男は大
男は狼、隙柄雅弘27歳帝京サッカー部から筑波大学へ進み、1989年読売クラブに入団。ポジション争いが激しいベルディにあって、現在サブの身ではあるが、ドリブル、シュート、パスセンス、どれをとってもかなりのハイレベルにあり、彼の存在自体がベルディの選手層の厚さを物語っている。今日は着用どうですか？どうです？今日のために全然わかりませんね。え、全然わかりませんね。オオカミ、これオオカミ、いやー、生まれた時から狼ですからね。ではよろしくお願いします。最後にご紹介しましょう。ベルディのスーパーバイザーでございます、尾身監督でございます。よろしくお願いします。いやー、今日は何しにいらっしゃったんですか？今日はですね、危ないの多いんでちょっと世話役です。ポイントはどの辺なんでしょうね、ミニサッカー。まあ、いかに技が切れるかですよね。切れるか。本日放送席にはですね、昨日試合を終えてばかりの、残念ながら今日本戦の試合には出られません永井秀樹さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、いよいよベルディ対ですね、FC ドリトという頂上対決を迎えたわけなんですが、そうですね、永井さんどのあたりに注目されますか？僕はやっぱり背番号のない選手あたりにしちゃうんですね。そうなんです、藤吉さんはね、今日背番号がないんですよね。まもなくキックオフでやります。よっしゃー、さあ、カードが吠えている、キックオフだ。リバウンドを利用した、リバウンドを利用した、三菱浦和関係だ。さあ、そして目の前で蓮舫であります。蓮舫、うわ、これは青春3倍速テープの早回しを見ているような蓮舫の早技であります。佐々木さん、佐々木すごい、すごい爪を組んであります。さあ、そして蓮舫だ、蓮舫、ブラジル留学を目前、そしてアモローゾであります。今日も絶叫の試合があります。いや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 、永井さん、これ序盤戦からこれすごい攻防ですね。これ真剣ですね。万が一これ今ね、J リーグ本戦の方でも絶好調ベルディがですね、ここで敗れるようなことがあると負け口がついてしまいます。さあ、狼、なかなか吠えるチャンスがありません。さあ、ノリさんだ、はい、さあ、コイチ、ダメ、狼。さあ、佐々木さんであります、ガッチリのスリーパー、アモローゾ、あ、ちょっとバスを取られそうであります。なかなかステディなサッカーをさせてくれません。シュート、パンチングクリア、田口監督であります。おっと、オッケー。さあ、佐々木選手であります、ガッチンと、そして慶吾選手でパス、身長183cm、慶吾選手。おっと、さあ、ノリさんだ、ありがとう、一分に改善された。ノリさんだ、アモローゾ、オッケー、モンダリュータシュート、オオカミゴール。いやー、オオカミは一瞬、レイホー、ヘディング、あと、シュート。いやー、永井さん、どうですか、これ。山口はマジですね、あれ。言葉がなかなか追いつきません、ものすごい展開だ、シュート、オオカミ。普通の運動部で戦っております、佐々木選手。運動部、すごいドリブルだ。さあ、ノリさんだ。コイチ、惜しい惜しい、まさに死闘、激闘、アモローゾ、アモローゾ、スーパーショータイム、佐々木、あと、放送席前であります、レイフォー、ちょっと待てよ。さあ、ゴールを奪っております、アモローゾへ繋いだ、アモローゾも見直し、随分と、うまく集まります、シュート、佐々木さんであります。捉えた。さあ、ベルディチャンス、シュート、ゴール、ベルディ、いい攻撃ですね。今のはすごかった。いやー、驚いた、アモローゾ、しばらく見ないうちに日本語も同じくなった、サッカーもフィンランドになってますね。いや、先制点は読売ベルディであります、佐々木であります。普通の運動部と戦っている佐々木、トリッキーなプレーだ。いやー、チョコ台に手を見せている。さあ、これだ、ゴール前、ノリさんである、コイチ、シュート、登場がポイントになりますね。はい、佐々木でやります、佐々木。いや、この戦
からボールを取るのは極めて難しいでやりましょう。さあ抜いた抜いた、レイホーだ、レイホーだ、幸せいっぱいレイホーだ。さあ向こう取る、これがプレーでやります。シュート、オオカミ出てない出てない、田中長井さん、オオカミ吠えてくれませんね。さあアドロード、アドロード、アドロード、危ない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 、はい、なんとか球場出しました。しかし依然ベルディーボール、依然ベルディーボールだ。大丈夫よ大丈夫よ、見て頑張って。そよんでレイホーでやります。そしてオオカミ、そしてオオカミから、お、天才ドリブラー、普通の運動部との十分戦います。隣にあります。さあ、アボローゾ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 、オオカミだ、オオカミだ、オオカミ吠えるか。さあ、満月のように吠えるか、こっちは、オオカミからアボローゾ、上手く高さ、シュアーボレーシュート、ボレーシュート失敗。チャンス、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 チャンス。いやー、この人からボールは取れない、この人からボールは取れない。9番佐々木、9番佐々木、チャンス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 、シュート。左から真ん中に出すか、自分で出すか、自分で出すか、ボールを取る、出した、絶対得点ゴール、川辺小石、はい、さあ、打つか打つか打つか、シュート、シュート、ゴール、木梨、木梨、木梨、2対1、2対1、ノリの逆転、ノリの逆転。藤吉が出ますね。お、藤吉選手が出ますか。ついに出ますね、おーと、ついに、ついに背番号なし、背番号なしの藤吉選手がグラウンドに入りました。嬉しそうだ、ようやく出番を迎えて嬉しそうでやります。さあ、レンホーだ、レンホーからアモローゾ、アモローゾがシュート、ゴール、同点、ベルディ同点、アモローゾ、フルネーム、マルシオ・アモローゾと獲得。いやー、ベルディも一歩も引きません。1を放てば2を返す、まさに竜と相打つ一進一退の激しい攻防だ。さあ、藤吉だ、藤吉、スマホがない、スマホアウト、転倒、転倒、いちいち大げさ、アモローズでやります。佐々木、佐々木、佐々木、前に出る、佐々木、前に出た、レイフォーか、レイフォーか、相手をいなして、相手をいなして、今一瞬ゴールを見た、ふわっと高くやる、あー、いた、この後営業を控えております。田内監督さん、ノエさん、ノエさん、ノエさん、シュート。さあ、川上打て、川上打て、お前が打たなきゃ誰が打つんだ。いやー、ゴールキーパーのケイモスさんも動きいいですね。いいですね。息子さんが言ってた。藤吉、藤吉、藤吉、ゴール。ゴールキーパー、ベイベー。素晴らしい、素晴らしい。藤吉。いやー、冷静ですね。ちょうど夏の日差しがこの川崎球場の真上に選手の影が短くなっております。おっと、ゴール、レイホー、レイホー、こら驚いたベルディ、相手の隙を突きましたね今ね。いや、なんか力が出てますね。これで4対2、その差が2点。アボローゾ、アボローゾ、うわっ、渡辺純一であります。茅葺きの屋根を見ているような独特なヘアスタイル。こいつだ、さあ、こいつだ、こいつ怒り浸透。さあ、シュート、おお、内吉がバッチリとキープいたしました。うわ、猫がボールにじゃれるようだ。さあ、そして渡辺純一であります。来い、さあ、打って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 、辻谷でやります。さあ、そして柴崎だ、来い、柴崎、さあ、こいつだ、こいつだ、こいつだ、今日2点目を入れる小市、そして関さんであります、関さんがシュート、ゴール、関口、関口、 OK です。得点を入れてもなお笑わない関口選手であります。あの方はいつも笑うんですよ、1日2回しか笑わないんです。さっき1回笑ったんで、あとは試合が終わったんで取ったんでしょうね。いや、渡辺純一、鍋潤であります。鍋潤、これで前半戦終了、前半戦終了であります。4対3、これは後半戦楽しみになってまいりました。これはすごいです、ね、やってることは追いつきません。途中動きは止まりませんでした。いや、追いかけられない、ディフェンスはまずできないですし、向こうの動きがやっぱそんだけ動いてますから、
や真剣勝負の男の戦い、後半開始は60秒もすぐ。点は4対3、1点を FC ノルドでありますが、ベルディーボールでキックオフであります。藤吉、さあ相手を誘惑するようなボール触ってあります。藤吉であります、背番号なしの藤吉。お、ミサバさあそれを襲うという川添浩志だ。やったー、私であります。やったー、辻谷、辻谷セクションボールを取ろうと、関谷浮かっていく、すいません、辻谷であります。右回して川添浩志シュート、日差しの左サイド、おっとワンプッシュがありました。渡辺純一であります。髪の毛を茶色に染めて、一個に少し用の日差しの出であります。さあ、関さんであります。辻谷シュート、リバウンドを利用する。ラベジュンであります。ラベジュンから関さんの、はい、ナイスだ。激しいコンタクトプレーがありました。センタリングシュート、ゴール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 。右側ゲットいたしました。これ同点、同点であります。追いつきました。 FC ノリノ同点。後半かなり肉体的、体力的なものが影響するんじゃないですかね。そうですね、こんだけ暑いですからね、はい、グラウンドの照り返しが激しく、現在グラウンド上は40度近い気温があります。さあ、さあ、頑張れ、天才だ、天才だ、天才だ、みんなで行く。さあ、木梨のりたくから真ん中に出した、森さん、ワンツーワンツーワンツーでシュートが打てません。ボールが止まってしまいました。さあ、川添浩志だ。さあ、大谷が遠くから行っております。狼、狼、お、おでこは少し見てまいりました。おでこ見える、狼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 、佐々木シュート、ツーマウンドでも出るんですよ、これね。そうですね、川崎さんも天才ですね。天才ですね、敬語してやります。さあ、いよいよ、そして菅原、大谷、そして鍋順であります、わらべくのやるであります。さあ、そして背番号なし藤吉、前回に1点をゲットしております藤吉。さあ、川崎シュート、ゴー、藤吉だ、藤吉から狼、狼がいいとこないと、今日は佐々木でやります。天才だ、天才ドリブラー、打つか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 狙っております。はい、さよいよ、なっちよ、今の藤吉でやります。ステディなパスワーク、ドリブルディ、さあ前に出た、前に出た、佐々木でやりましょう。これは佐々木じゃ、さあ狼シュート、ウルフシュートでやります。狼シュート、土柄、藤吉だ、藤吉、藤吉、おっと、いいボール、パスワークだ、アボローゾ、アボローゾが送ったようにパスを投げました。そして狼が、狼がふわっとしてました。あ、ワントラップして、打て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 、ワントラップ、ヘディング、打てません、打てません、打てません、シュート、ナイスキーパー、ナイスキーパー、ナイスキーパー、シュート、ナイスキーパー、狼打つか、狼打つか、ナイスキーパー、狼が転倒、フィジアでやる、フィジアは右サイドだ、右サイドから真ん中に出した、シュート、ノイさん、ノイさん、シュート、ゴー、木梨、木梨、髪の毛を取れた甲斐ありました、木梨どれだけ。OK OK、 こぼれ球、こぼれ球、6対6、まさに流行は打つ、1を放てば2を放つ、ヴェルディ対 FC ノリノであります。さあ、狼がアウトして蓮舫がインしました。何を言ってるのかさっぱり分かりません。藤吉でやります。さあ、いつシュート、そしていつ行けるんでしょうか、蓮舫、それでラボローゾ、アボローゾ、アボローゾ、長い足でやります。これ見逃す、長い足だ、そして蓮舫だ、そしてノリさんだ、ノリさんだ、ノリさんだ、ノリさんの一挙手一投足に3万5000が注目してシュート、左のサイドでやります。ラベジュンだ、渡辺純一、渡辺純一が真ん中出すか、山口でやります。打ったシュート、登る、アボローゾ、いや、打つたびに心拍数が上がります。ナメジュンだ、ナメジュンだ、辻谷に捉えてしまいます。関さんだ、三菱浦和関係、さあ、ワンワンワン、さあ、チャンス、チャンス、チャンス、ノリのチャンス、ノリのチャンス、ノリのチャンス、関さん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 、関さ
にしました。 FC のりの惜しいチャンスにしたシュート、ゴール、レフォー、レフォー、ベルディ逆転。いや7対6、1点を追う FC のりのになります。これまで5000点以上土地学の FC のりのが今宵初黒星を喫してしまうのがいいのか。決まりました。藤吉です。プレー中は真面目です。トリッキーのトリッキーだ、老快なボールさばき、そしてラベジェンダー、柴崎ボールをカットしました。藤吉、そしてレインフォーだ、ふわっとさばした、アモローズがヘディングでクリア、またシュート、平和選手舌を出しながらのキックであります。アモローズ足が長い、レインフォー足は短いが足が速い、打ってオッケー、ノリさんだ、木梨、カズオ、ゴール、生ダール、同点、7対7、同点、見事なヒットですね。すごい、いやー、永井さん、これ J リーグでも通用するんじゃないですか、あの技は。今は本当に通用しますね。さあ、佐々木でやります。普通の運動靴プレーヤー、天才ドリブラー、佐々木でやります。さあ、そして佐々木だ、アボロで回しました、シュート、ゴール、パフォーマンスどういった意味があったんですか。あれは多分ジュリアナを意識してるんですよね。ジュリアナパフォーマンスなんですか、はいはい、うわー、佐々木でやります。俊足天才ドリブラー佐々木、うわ、足だけ見てるとなんか、ね、ビデオ3倍速で見てるみたいなんで、恐ろしい速さであります。アモローゾ、そして藤吉であります。ストップ、大砲、惜しい、アモローゾ、藤吉、ファンキーモンキーベイビー藤吉が大砲打ち込むか、あ、打てません、佐々木でやります。この佐々木選手、さあ、笑っております、佐々木であります。いやー、うまいですね、練習中も取れないですね。芸術品であります。アモローゾ、藤吉、大砲、ストーン、ゴール、藤吉、ついに出ました。しかし、鉄のある行動でしたね。そうですね。さあ、これで9対7、その差が2点でやります。さあ、ノリのコールだ、ノリのサポーターが急に動き始めました。川崎球場、まさに勝った川崎劇場でやります。感動受けように FC ノリの、そして感動頂上日と読売ヴェルディ。さあ、川崎コイジシュート、その差が1点、9対8、真ん中にボールアスカ、川崎が取った、佐々木でやります。さあ、藤吉から1回佐々木戻した、そして連邦、藤吉、さあ、ステディなパスワークだ、藤吉出した、ハーフウェイラインだ、さあ、ウィッキー詰め込むか、左、アボローゾ、長い足、アボローゾ、ふわっと、藤吉打つか、連邦だ、連邦、下っている、1回ボールを戻した、藤吉が打てない、赤いディフェンスに緑が詰め込もうとしております。呼びるベルディにやります。藤吉シュート、ナイスキーパー、ナイスメールダウン、うまいな、どこを切り取っても絵になります。佐々木すごいな、コマネズミのようだ、すごいですよね。足も速けりゃ手も速いんでしょう、佐々木でやります。注文運動靴でここまでやるぞ、この男、アモローゾ、藤吉、現在得点は9対8。さあ、読売ヴェルディ対 FC ノルの一戦は9対8、その差1点で、まもなくこの試合が2分になろうとしています。さあ、こうしたシュート、ゴール、お父さんは頑張ってるぞ、追い
ついて、残り時間があと2分であります。手元の時計で残り時間があと2分。頑張って頑張って。まさにサッカー両断白、優れたものの集う馬、この生瀬カップ2サッカーばっかりであります。さあ9対9同点、追いつきました。 FC のりもリバウンドを利用する。さあ田口さんですが、クリア。さあ来た、チャンスだ。のりも逆襲、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 シュート。戻って戻って、下を丸々しながらボールが突っ込みました。さあ連邦だ、連邦だ、そして OK、 そしたんでやります。うわ、ほら辻谷だ、藤吉、藤吉、シュート、危ない、ヘディング、ゴール、ハイカイ、レインホー。いやー、さすが恋愛関係発覚、レインホー投手ともに順風満帆であります。10対9、10対9。さあまたまたその差は1点、1点を追う FC ノリノであります。さあ手元の時計では残り時間が1分を切りました。シュート。さあアモローズでやります。アモローズから佐々木、佐々木からレインフォーダー、絶好調だ。レインフォーダー、レインフォーと言われることは嬉しくて嬉しくてしょうがないということは、シュート。レインフォーダー、レインフォーダー、レインフォー、関さん、藤吉だ、藤吉だ、背番号なし、背番号なし、藤吉、アモローズ、アモローズ、アモローズ、レインフォー、レインフォー、レインフォー、打てない、打てない。いやー、もう熊のぬいぐるみ状態だ、熊のぬいぐるみ田口監督、がっちりとゴールを前後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 。さあ関さん、関さん、川添光一、川添光一、顔も頭も真っ赤っか、川添光一だ、光一、右サイド、右サイド、昨日試合があったばかりなのに、このこのスピード、佐々木、佐々木、佐々木、おっと前、アモちゃん、アモちゃん、アモちゃん、そして藤吉、藤吉、ゴール。やり直しというか、またこのようにやってきます、ね、はい、今日負けてなお気持ちがいいんじゃないですか。最高です、ね。